ムーブオンライン。平成26年度第25回関東高等学校バスケットボール新人大会茨城県大会が開催されました。今回のムーブオンラインではこの大会に参加した全40チームのうちトーナメントを勝ち残った上位4チームが優勝をかけて争った決勝リーグの模様をお届けします。男子の部では土浦日本大学高等学校、常盤大学高等学校、取手第二高等学校、筑波秀英高等学校の4チームが決勝リーグを争いました。それでは第一試合、土浦日本大学高等学校と常盤大学高等学校の試合の様子を覗いてみましょう。第一クォーター、先制したのは常盤大学。スリーポイントを決め試合の主導権を握りたいところですが、守備を固めた土浦日本大学がそれを阻みます。ここから土浦日本大学の猛攻が始まります。5連続得点で一気に常盤大学を引き離しました。常盤大学もスリーポイントを決めるなど前線しますが、15点差のまま第1クォーター終了。第2クォーターでも土浦日本大学の猛攻は止まらず、ついにダブルスコアへ。ハーフタイムでも作戦を練り、まだまだ得点を狙う土浦日本大学。常盤大学も闘志を燃やします。第3、第4クォーターでは互角の試合運びをした常盤大学。しかし差は縮まらず、結果105対63で土浦日本大学高等学校が勝利しました。取手第二高等学校と筑波秀英高等学校が戦った第二試合では、白熱した戦いが展開されました。第1クォーター先制は取手第二。華麗なパス回しで点数を重ねます。固い守備の中でゴールを決めた筑波秀英にフリースローのチャンスが。しかし決めることができません。このまま取手第二が流れを持っていくかと思われましたが、連続得点で筑波秀英が追いつきます。試合は拮抗したまま第一クォーターが終了。第2クォーターも互角のままでハーフタイムを迎えます。第3クォーターでも互角の戦いが続きますが、
取手第二が連続得点を決めたところで第4クォーターに移ります。第4クォーターでも流れに乗った取手第二が先制。筑波秀英も厚いディフェンスの間を縫ってシュートを決めるなど今一歩のところまで詰め寄りますが、なかなか差が縮まりません。ラストに意地のスリーポイントを決めた筑波秀英、結果67対63で取手第二高等学校が勝利しました。土浦日本大学高等学校と筑波秀英高等学校の戦った決勝第3試合では、土浦日本大学が第1クォーターから大差をつけ、そのまま117対60で勝利。取手第二高等学校と常磐大学高等学校の対戦した第4試合では、取手第二が第1クォーターから波に乗り59対47で勝利。第5試合、常磐大学高等学校と筑波秀英高等学校の対戦では、前半にリードした常磐大学を後半に筑波秀英が追い上げる激しい点の取り合いの末、83対70で常磐大学高等学校が勝利しました。それでは第6試合、土浦日本大学高等学校と取手第二高等学校、それぞれ2勝をしており、優勝を争うことになった試合の様子を覗いてみましょう。第一クォーター序盤から引き離していく土浦日本大学。取手第二もパスカットからカウンターを成功させるなど前線しますが、差がついたまま第2クォーターに進みます。第2クォーター、取手第2が先制しますが、土浦日本大学が安定したプレーで引き離します。第3クォーター、じわじわと点数を重ねる取手第二。両チームの監督も熱が入ります。しかし土浦日本大学がシュートとフリースローを堅実に決め、第3クォーターでも差を広げました。第4クォーター、なんとか追いつきたい取手第2も積極的に攻めますが、攻めの姿勢を緩めない土浦日本大学が着実に点差を広げます。そのまま攻め続けた土浦日本大学、結果113対57で土浦日本大学高等学校が勝利、優勝を決めました。それでは上位2チームにお話を聞いてみましょう。はい、全体的にいい試合ができたんですけど、やっぱり最後の土浦日大戦では出だしのディフェンス、自分たちが課題としているディフェンスがうまくできなくて、なのでしっかりここからまた鍛えてディフェンスで負けないチームを作っていきたいです。はい、ディフェンスで相手をどれだけ抑えられるかという課題をしっかりして、相手を少ない点数で抑えられるよう頑張っていきたいと思います。自分たちはウインターカップまで残っていたので、他のチームと比べて新チームになってからの練習時間が極端に少なかったんですけど、無事に勝つことができて一安心です。自分たちの目標は去年先輩方が
成し遂げられなかった全国優勝なので、県大会の優勝で満足することなく、まずは次の新人関東に向けて頑張っていきたいと思います。そうですね、選抜大会が終わってからまだ3週間しか経ってないので、なかなかこううまい具合にチームになってこないところがちょっとやきもきしてたところがあったんですけど、試合重ねるごとに少しずつ少しずつチームっぽくなってきたかなっていう感じはあります。日本一ですね、インターハイ、まずインターハイ勝てるように、まあ、関東新人戦もありますけど、一つ一つ、足元を見据えて戦っていきたいなと思います。以上の結果、土浦日本大学高等学校と取手第二高等学校の上位2チームは2015年2月7日8日に開催される関東大会へ出場します。関東の舞台での活躍を期待しています。